今回は、分数の割り算、分数割る分数の計算の意味を、面積図を使って理解する、について学習していきましょう。5分の3平方メートルの壁を、3分の2デシリットルで塗れるペンキがあります。このペンキ、1デシリットルで塗れる面積を求める式を書きましょう。まず、 三分の一デシリットルで塗れる面積を求めます。三分の一デシリットルのペンキは、三分の二デシリットルのペンキの半分。つまり、二分の一倍の量であることから、三分の一デシリットルのペンキで塗れる面積は、三分の二デシリットルのペンキで塗れる面積の半分となります。よって、求める式は、 5分の3割る2。これを計算して10分の3となり、3分の1デシリットルのペンキで塗れる面積は10分の3平方メートルとなります。次に1デシリットルのペンキで塗れる面積を求めます。1デシリットルのペンキは3分の1デシリットルのペンキの3倍であることから、 1デシリットルのペンキで塗れる面積は、1番で求めた面積10分の3平方メートルの3倍ということになります。よって、求める式は10分の 3×3。これを計算して10分の9となり、1デシリットルのペンキで塗れる面積は10分の9平方メートルとなります。 最後に、1番と2番で求めた式をまとめましょう。ペンキ1テシリットルで塗れる面積を1つの式で表すには、1番で求めた式5分の3割る2の途中式5分の3かける2分の1と2番で求めた式10分の3かける3のかける3を抜き出して、 5分の3かける2分の1かける3と書きます。さらに、この式の2分の1かける3をまとめて、5分の3かける2分の3と表します。これで今回の学習を終わります。